はい、終わり。声にならない慟哭。ということで、あ、花芽石のかけら持ってるわ。じゃあ一回ソウルブランド取って帰ります。多分エンディング見ずに帰ることができる仕様はそのままだと思うんですよ、きっと。信じていきます。行こうか、ボタン。共に獣の元に。うん、暗いな。でも一緒だ。何にも見えないんだけど。何にも見えない、嘘ついた。普通に見えない。獣に呼ばれたものよ。デモンズソウルを求めるか、あるいは要人の小僧にそそのかされたか。どちらにしろ初めての巡礼者だ。歓迎しよう。その身で歓迎か。なり損ないよ。貴様も見てきただろう。くれ。元より世界とは続いた。故に神や獣という毒を残した。なるほど。ソウルを奪い全ての悲劇を終わらせるためにだ。世界を真っ白に、まっさらに生まれ変わらせようとした。それが神の意志か。ならばその神の意志に抗おう。人は終わらねえ。人の夢は終わらねえ。オーラント、わからないか。わからねえよ。本当は誰も望んではいないのだ。わからないんだ。わからないからあがくのだよ。デモンバンキッシュ、バニッシュ、いやバンキッシュ。入れそう、入れそうです。入ります。よし、デモンブランド、ソウルブランド、ソウルブランドはもうポテンシャル最大限に引き出せますからね。ということで、じゃあここいらで念願のウィキ解禁しますか。攻略情報解禁しよう。全部もう一周終わりですからね。で、2周目以降の戦略というかどう攻略していくかを練って、やるべきことやったら2周目攻略、トロフィー収集に入っていきます。まずトロフィー見るか。あ、浪人取ってね。今取ってこよう。浪人、水濡れの指輪、傾いた天秤の指輪かな。この3つかな、持ってないの。今回2周目前に1周目でやることをがっつりやって回すって感じだな。で、一応2周目はエリア傾向黒くして攻略していきます。うん、それぞれのエリアやできるだけ一括で攻略していく、まあ、イメージですけどね。これが輝く水の源泉だよね。いった、超痛いんですけど。よし、浪人、ついでにサイクロだし買ってこよう。おお、純粋来た。純粋また来た。これ俺4体買ってないよ。純粋来た。マジ、トカゲの消え方がくるくる回るパターンと普通に消えるパターンがあって、もしかしたらくるくる回るパターンの消え方なら復活扱いなのかもしれない。そういうちょっと仮説を立ててみる。よし、これっしょ。おお、水濡れの指輪、異国の工芸品。水の深い場所への動きやすさが上がると。次はなんか傾きの指輪とやらを取りに行こう。多分ここの格子ループが一番丸そうなんだけど、こいつループが丸いと思うんだけど。で、ここを下ろしといて、で、ここで自殺するって感じ。賢くね。水濡れの指輪、これ鱗か魚ですね。可愛いデザインしてるな。あ、来た。めっちゃ渋いじゃん。めっちゃ確率渋いわ。純人級とは言わないけどね。純人は下手したら5時間来ないから。下手したら5時間来ないじゃなくて、下手して5時間来なかったから。これを交換、あったかふわふわ交換か。てかちょっと待って、普通にアイテムセットされてんだけど、これ使えるんだ。どういうアイテム。一時的に運が上がる。誰かの片身に当たる魔力を持った金か。花かな。太陽にも見えるけどね。多分これ取ったら指輪トロフィーが来るはず。捨てるね。これ間違って捨てたら、あ、いや、ちょっと待って。間違って使ったらもう何時間。おい。取った。おお、指輪の傾いた天秤。これ、結構いいね。装備重量2倍はだって、大力じゃなくて合力使うよりも全然いいよね。で、装備重量ってデモンズ結構大丈夫だから、緩いから。そう考えると美味しい指輪だ。レガリア作るか。トロフィー取ろう。トロフィー収集と武器強化をしよう。よし、じゃあデモンブランドは、北のレガリア。これ強化しますか、をなんか聞いてくんないから怖いな。で、竜骨をプラゴにします。当初の予定通り。うん、これでクリスナイフと竜骨で北騎士の盾を強化しとこう。
で一個叩き潰す作りたいから、叩き潰す北岸の剣作るか。だからちょっとマラソンしてくる。そうだ、隠密担当これ血月にします。よし、血月行こう。多分いけるはず、多分足りてるはず。よし、2本目。よし、これでちょっと 2BC マラソンしよう。じゃあ叩き潰す、足りてます、多分ぴったり9個なはず。1個足んない。じゃあ叩き潰す北岸剣プラゴ、これでほぼ整ったんじゃないかな。これにグレソと竜骨でしょ。いやー、これ北岸、あ、北岸、北岸、ダブル北岸あり。青目騎士の防具、場所分かった。あ、ここか。よし、揃った。かっこよくね。いや、このオーラかっこいいね。重すぎ。初心者か、遊んでやるか。弱っ。火力が、火力差が、火力差がやべえ。終わった。それでも僕はやってない。まあ、てなわけでほぼ勝てますね。まだまだ初心者、対人がっつりやってる人あんまいないから、まあガチガチにやってる人いないからっていうのもあるけど、実際真面目に対人やってた頃もこんな感じだったんで、うん、完璧ですね。全部サイクロになりましたと。で、最後にちょっとやっときたいのが、貫きの騎士の防具が赤図の扉の先にあるっていうので、フラクチャードワールドっていう反転世界限定で、サイクロ、そしてサイクロとサイシロに、そのアイテムが落ちてるらしいので、そのサイクロの方を、とりあえず一周目は、拾おうかなと。あ、これか。ポーカ、ポーカちゃん。これか。よし、二つ目。ほい、三つ目。よし、四つ目。これか。よし、五つ。あ、ここだ。よし、これがサイクロで入手できる6個だね。あとは最初で7種類ゲットできるらしい。で、26枚必要で、2周で一応集まるんだけど、今回は1周半で集めるって感じかな。じゃあ、周回、回しちゃいましょう。2周目はサイクロ攻略っていう形でやっていきましょうか。エンディング見よう。ちゃんと見るのもう久しぶりですよ。これで全て終わりました。一周終わったな、短かったな。24時間ぐらいかかってるけど。レイムを殺す方、あなたはこのまま上に戻ってください。もう鎖があなたをつなぎ止めることはありません。すんごいなってる。獣を再びのまどろみに導きます。ああ、任せた。任せていける。ありがとうございました。あなたのおかげでやっと役目を終えることができます。さあ、役目を終えてもらおう。俺は帰ります、上の世界へ。あ、でも霧が晴れてる。あ、そういう演出になるのか。うん、霧がものすごいかかってるように見えてたけど、そんな晴れてないわ。気のせいだった。そう思いたいだけだった。いや、でもこれで。古い獣は娘と共に霧の海で再びのまどろみにいたり、そう、まどろむんです。ウォレタリアからデーモンとソウルの技が失われた。だが、奪われたソウルはすでに戻らず、拡散する世界は新しい要人を必要としていた。やはり霧は晴れてる。人ならぬ力を得た戦士を。最後に残ったデーモンこそが我々プレイヤーだったと。
や日が差して霧が晴れる、まどろみに至る、そういう感じですね。ということでお疲れ様でしたですが、まだ終わりません。このシリーズは少なくともプラチナトロフィー獲得するまではやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。エンディングはいいでしょう。ちょ、猫指輪、今猫指輪の絵があったじゃん。どこだあれ。イースターエッグじゃん。さあ、ということで2周目やっていきましょう。現在エリア傾向すべてサイクロにしてあるので、今回はサイクロ攻略ということで、サイクロ要素を見ながら攻略をしていくと、できれば最後まで一気に行きたいかな。てか行きましょうか。やっとムービー飛ばせるわ。もう見なくていいよねもう二度とムービー見なくていいよね。正直2周目の攻略といえばもうサクサクスルーですよ。いや、これだ、これが俺のスタイルだわ。いつもんだね、いつもの。もうこれ、この攻略化したってしょうがない、正直。正直早くね、もうパッパ飛ばす攻略をやりたくてしょうがなかったね。で、ちょっとせっかく作ったこの叩き潰す北騎士、叩き潰す北騎士の剣を使いたいというね。あとはちょっとこの蛍光サイクロと2周目の今の火力の違いをね、見てほしかった。あ、いけるね、そい、あっつ、いや痛いわ、まあまあ痛いわ。エリア1のサイクロの変化といえばここですね。ここに赤青目が出てくる。てか剣持ってるから別に強くないっていうね。バッシュ、あ、剥がれた、強いわ、勝った。うわ、マジか。負けっぱなしは性に合わないんだよ。よし、こんなもんか。待って、探検のスタブってこんな感じなんだ、見てみよう。あ、めっちゃ雑誌か。で、切り裂くと、かっこいいね。で、槍赤目が来て、ファイトで、奥にまた黒ファン青目。変更点こんなもんか。いや、終わり、こんなもんか。変更点見なくていいな。じゃあオーストラバー助けない、自分で勝手に助かるだけだよ。純粋なみなぎ石が欲しい人はちゃんと助けた方がいいですけど、別にみなぎ石いらないよっていう人はイベント進めずにあそこに待機させた方がいいです。下手に助けてうろちょろされて鍵ゲットできないのが一番寒いから。それでも2周目以降ドランと戦う人いないと思いますけど。おい、これはしないよな。勝って、ナイフ使い勝手いい。で、ここですよ。もうね、ある程度遊んでるから、丸一日は遊んでるから、その結果どういうムーブが正しいかっていうのが理解してる、理解してる。今のムーブが理解できてたかどうかはもう俺が決めることにするから。ムスト、どこ、オッケー。音がすごいんだよな、ガコンガコンガコンってめっちゃ鳴ってる。で、ちょっとここチェックしたいんだけど、ちょっと死を覚悟して、ここがいけるかどうか。あ、いけるわ。いけるってことは、こう降りて、こう降りて、こうでいけると。なるほどね。それじゃあファランクスいきましょう。ファランクスはね、やっぱこれが一番気持ちいいんですよ。ソウルの光、最強に気持ちいい。しまってね、本体をロックオンしつつ爆音なんだけど、とんでもねえ音してる。よし、あー、これ切り裂こうと思ったけど、うわ、いって、やっぱ火力高いな。2周目でサイクロですから、正直かなりレベルは高い、敵は強いと思う。でもね、それを押して余りあるほど俺が強い。ちゃんと貫通させてファランクス本体を射抜いていく。こんなもんでいいな。じゃあ隠密担当で、ほいほいほい、終わり。おいしい、おいしゅうございました。デーモンバンキッシュ。じゃあこのままエリア2まで行きましょう。さて、侵入は一応もうされてもいいやとぶっちゃけ
ぶっちゃけ戦えることはもう分かってるから、しかも黒ファンでやってあの勝率ですから、正直ね、迎え撃てば負けない。いや、あの時もきっと負けなかったんだよ。俺は未だに王引いてますけど、未だに俺は後悔と全て苛まれてる。で、ここはちょっと街で行こう。侵入されたかどうかのチェックはされてない。ここは黒ファンがボス部屋手前ですね。ボス部屋手前に湧いたはず。見たいな。あっつ、あれ、よし、危ねえ。あれ、ここに湧かなかった？俺の記憶違いか。ちょっとボス戦入る前に2周目の目的を、目標をちょっと話しておくと、最大の目標はトロフィー獲得ですね。チャレンジ系のトロフィーって言えばいいのかな。それを取っていくのがまず第一目標。あとはステータスをもう少し充実させるっていうので、体力を30まで振りたい。うん、30だな。で、一応対人しっかりできるようなビルドに仕上げると。おお、そうだな、見てない攻撃あったな。あ、ソウルが青く深い。深い青だ。でもあれ弱いんだよな。2周目最高だから、多分強いんだろうけど。かっけえ。あのソウルのやりかっこいいな。ちょっくら魔術やってみるか。上から狙撃しよう。角度悪い。これ角度悪いな。こっち行って、撃たせて、いや、これうまいわ。マジで、マジで当たんないね。当たんな。ガード硬すぎ。これそういう風になってるな、多分。おい、それと魔術当てられないようにしてるわ。付き合ってる。でもだったら直接当てるまでですよ。そんな強くない。そんな強くないわ。しかも阻まれるし。これだったら足にやった方が強いか。いや、ここまで来たら俺は戦うわ。あ、ソウルの波動が、エフェクトがいちいちかっこいいな。ね、そこだけで十分ですよ。頭当たる。いける。これ後ろ回り込んで大丈夫大丈夫。いけるいける。半端な臨場感。そして死にかけ。やっぱ一撃火力強い。結構範囲あったね今。結構範囲強かったな。うわっ、危ねえ。ちょ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 、まずい。あ、やっぱ、ちょ待て待て、これマジでまずくない？これ当たる気がしない。ちょ待て、もうこれでいくわ。結構やりづらい。はい、崩れ去れ。足で倒すとこうやって崩れていくと。無酸せずね。やりづらかったな。まあ、ここまでお遊びですから。まあまあ、こっから本番だから。あ、青ファンある。うわ、侵入された。どうする。ちょっと待って、とりあえず犬処理すっか。もう迎え撃っちゃおう、早めに。来た。来るよ。そっから来るから。あれ、侵入箇所変わってないよな。え、1切り。また1切り忘れてるよ。いやー、1切り、なんで1切り忘れる毎回。うわ、もう1切りある前提のムーブしてるからさ。よくないわ。普通にやられた。毎回1キロ忘れるな、俺。俺は、こっち。侵入してこいよ。返り討ちにしてやるから。だから侵入してきてほしい。返り討ちにしたいから。ぜひとも侵入してほしいんだよな。もうほんと、今1キロかけてるから、ちゃんと。ちゃんと1キロかけてるから。負けない。てか俺、ソウル拾い忘れてる。お前は真っ向勝負。やばい、月の、待って、俺のメイン火力、月のクレイマーでこれか。この威力か。
で2周目はユーリア助けたいので、ちょっと1人だけ来てくれ。侮りがたし。よし、オッケー、決まった。来てない、来たり来なかったり。王城2の時もそうだけど、侵入が偶然なのかな、たまたま運が良かったのか悪かったのか、悪い意味で良かったのかも。侵入してきてくれ頼むよ、侵入してきてくれ、俺と戦わせてくれ。まあこれはね、先にショートカットが基本。え、また1切り、あれ1切りはげたのか、これ1切り分かりにく。あ、来た、来たか。お互い力高いな、納得できねえな。厳正多層は勝つは。お前今ソニード使ったろ、瞬法もしくは非電極ないしグリマニエル。来た、まずい、終わった終わった終わった、今終わった、終わりかけた。まずここの戦闘はこうやって脱することね、脱していく。で強制的なタイマーを作ると。勝ってー、勝ってー。これ隠密担当でしょ、硬すぎ、硬すぎ。ワロタマジこの硬さ、煉獄でしょ。でこうやって引っ張り、なもう一体来てる、でもう一体来るからさっさと一体処理するっていうのがね、難しくてしょうがない。煉獄無理だろ、デリート。待って、スタブ、トレインしていくしかないNPC によるトレイン、よし、無限トレイン編。危ない、ほら、終わる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 、危ねえ。このトレインを崩さなきゃ俺は負けない。やぶねえよ。まずまず、あ、死んだ。危ねえ、死にかけたよ。これで黒ファン来たら終わりだわ。少し来てほしいと願ってる自分がいるから生身でいるんです。あ、失いました。よいしょ。で、これどうするか。俺も逃げる。俺も逃げる。勝った。あ、落ちた。腹触ってる暇あったら鍛えろ。よし、終わった。苦しい戦いだった、終わった。でここはまず脇抜け、危ない、脇抜けてって確実に勝てる戦いにしか興味がない。あ、死にかけてる。あ、一つだけいるのはね、俺の流飲が収まらない。切り前で待ってそう。マジ逃げろ俺グレスト持ってね。なんでパリ、青ファンは体力低そうだな。よし、オッケー。まず一人。さあ、ゆっくり攻めましょうか。ゆるりと消していきましょう。まずはしぶき巻いて。で、この距離ならこれでいいな。よし、オッケー。まず一切り吐いた。絶対攻めてくる。絶対これは。オッケー。よし、もう俺は、もう俺これでいいや。もうさっきの敗北忘れたわ。上書きした。
上書きしました。 2-1 で勝ったから。さっきのミルドは俺はラグに敗北したっていうことにね、自分で納得したから今。自分を納得させた。